米男子プロゴルフツアープレーオフシリーズ最終戦ツアー選手権最終日、1日、米ジョージア州イーストレイク GC イコール7490ヤード、パー71。9位から出た松山英樹、レクサスは7バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの67で回り通算16アンダーとし、9位のまま大会を終えた。 松山はプレイオフ初戦のフェデックス・セント・ジュード選手権を制し、ポイント8位から3位に浮上。次の BMW 選手権は腰痛のため第2ラウンド開始前に棄権したが、順位は動かなかった。最終戦は年間ポイント3位でトップと3打差の7アンダーからスタートしていた。67をマークしたスコッティ・シェフラー、米国が30アンダーで逃げ切り今季7勝目。 初の年間王者となり2500万ドル、約36億2500万円の高額ボーナスを獲得した。コリン・モリカは、米国が26アンダーで2位。サヒス・ティーガラ、米国が24アンダーで3位。ザンダー・シャウフェレ、米国、アダム・スコット、オーストラリア、ラッセル・ヘンリー、米国が19アンダーの4位だった。